新銀行東京株式会社新銀行東京新銀行東京はかつて本店を東京都新宿区に置き東京大フィナンシャルグループ現東京キラボシフィナンシャルグループ参加にあった日本の銀行2018年5月1日に東京都民銀行八千代銀行と合併しキラボシ銀行となった2003年に東京都知事 石原慎太郎の選挙公約、中小企業対策に基づき、ほぼその即断で、既存の BNP バリバ新宅銀行を公有化する手法で発足したことから、一部では石原銀行とまで評される。銀行の名称が、末尾につかない、唯一の銀行だった。2015年5月27日、東京都民銀行と八千代銀行を参加に置く。 東京大フィナンシャルグループと経営統合を検討していることが明らかとなり、2016年4月1日をもって東京大参加に入った。2018年5月1日に東京都民銀行と共に8000台銀行に吸収合併された。存続業である8000台銀行は同時に株式会社キラボシ銀行へ行名変更。合わせてキラボシ銀行は 消滅業である東京都民銀行から入れ替わる形で全国地方銀行協会加盟業となった。成立の経緯から東京都が1000億円を出資、民間企業数社も出資、当初目標額は500億円し、資本金、資本準備金、計1187億円で発足していた。また株式の84.22%を東京都が保有していた。 新銀行東京は2005年、平成17年4月、中小企業に対する無担保融資などを行い、資金繰りに悩む中小企業を支援し、そのことが日本経済再生の原動力になるとして、東京都知事、石原慎太郎の肝入りで合した。しかし、運営わずか3年で1000億円近い累積赤字を抱えた後、都の公共事業を請け負い先企業への貸付拡大。 との政策との連動を強化などを軸に黒字を目指すとして400億円の公的資金注入とともに合債権が図られ2010年平成22年には黒字化したものの公的資金導入は典型的な生還財の癒着政策であり独占禁止法違反であるなどの批判もあった2001年平成13年に 大前県一が石原に持ちかけたナローバンクのような店舗を持たない仮想銀行、ネット銀行構想がきっかけであった。2001年当時、東京都の主幹金融業務を担当していたメインバンクの富士銀行、現、水穂銀行の信用が低下し、日額最大9兆円の取引を行う東京都は、早急な資金移動の必要性に迫られた。 大前は決済機能のみに特化した新銀行構想を提案し、都民の資産を守る新銀行の設立を持ちかけた。その後、石原の強い要望で中小企業への貸ししぶり対策、ベンチャー企業向け融資などの目的を加え、この頃から大前と大前がプロジェクトチームに参加させていたマッキンゼーとの意見体も表面化し、当初ボランティアとして参加していた大前は2002年に、 プロジェクトを離脱した。結局、石原は当時トヨタ自動車会長で、経団連会長だった、奥田博士から紹介を受けた、ひと安政当時の豊か通商上金監査役を代表に迎えた。上場企業にも粉飾決算が存在する中、中小企業の経営数値の実態を熟知していた、金融機関出身の役員らの反対を押し切って、 大手銀行も運用を諦めたスコアリング方式の予震にこだわったため赤字が拡大したとされる過大なシステム投資とコストも参照。2003年、平成15年、石原の主導でとが策定した東京発金融改革を旗印に資金調達に悩む中小企業を救済することを理念とした新銀行構想を打ち出した。同時期に BNP パリバが日本での事業見直しを行っており、参加の BNP パリバ信託銀行の売却先を検討していた。東京都は2004年、平成16年4月1日に BNP パリバ信託銀行、1999年、平成11年設立を買収し、業態再編にて新銀行東京都、称号変更。2005年、 平成17年4月1日に新銀行東京本店は東京都千代田区大手町を開業した。中小企業、ベンチャー企業向け融資、IC カードの活用を中心とした利便性の高い金融サービスの提供を東京内で開始した。設立時の経緯から新宅銀行に区分されているが、金融庁の分類では新たな形態の銀行等として、 ネット銀行など、新規参入銀行と共に位置づけられた。新銀行東京のオリジナルの発想は、1995年、平成7年に、都知事選に出馬して、青島幸男に敗れた大前健一のものだが、石原が作ったのはおよそ異なるものと、大前は主張しているが、どのような融資を行うかをめぐっては、自らが依頼した、プロジェクトチームの末金税が、 住宅ローン融資を主張したにの対して、自らは、都の公共事業に貸し付ける程度の構想だった。設立経緯から、全国銀行協会、全銀協の役員から、非難、反発を浴びた。同協会には、非加盟である。ATM も、マイクス、全国キャッシュサービスには接続されていない。特に、三菱東京 UFJ 銀行の相談役、三木重光や、 全銀協会長、三井住友銀行頭取、日本郵政社長などを務めた西川義文といった郵政民営化は銀行に対する民業圧迫、自治体による金融機関の設置は時代錯誤とする論者の反発が強かったとされる。中小建設業者向けの公共工事代金再建信託は受け負い金額に対する工事出来高から、 受け負い契約に基づく前払い金を差し引いた額を、新宅再建元本額として、新宅受益権を投資家に販売することにより、建設業者が前払い金を使い切った後、公共工事を完成するまでのつなぎ融資の機能を持っている。新銀行東京以外では、事業共同組合などの組合組織でしか取り扱っていないので、 公共工事発注機関の東京都と新宅銀行の新銀行東京の持ち味を生かした画期的なスキームだが、といったデメリットもある。しかし、現在では東京都以外の市区町村での取り扱いも増え、中小建設業者の利用も徐々に増加している。東京都公金収納取り扱い金融機関でないために、 固定資産税や住民税をはじめとする東京都及び特別区の地方税の口座振り替えを取り扱っていない。東京都が定めた当初の基本計画では2008年平成20年までに1兆2000億円余りの獲得を目指すも次第に目標が引き下げられ高金利の定期預金キャンペーンを貼ってもなお4284億円2007年 平成19年9月現在の預金残高にとどまっている。普通預金利息は2月と8月の所定の日に1円未満は切り捨てした上で残高に付与される。所定の人は第3土曜日に決算し、入金は翌日の日曜日付である。毎日の最終残高1000円以上のものを対象に、不利単位は100円。2005年、平成17年は、 4月1日に、東京都千代田区大手町の本店。2005年、平成17年5月13日に、新宿出張所、新宿区とかま出張所、大田区。2005年、平成17年7月1日に、立川出張所、立市と上野出張所、台東区、錦市町出張所、墨田区を開店させた。2006年、平成18年旅は、都合9店舗体制とし、 シティバンク銀行、当時はシティバンク、NA、e、や新生銀行の都内店舗並みの展開をしていく予定としていたが2007年度の第3四半期には3店舗がブランチインブランチ化された。2008年平成20年5月7日よりすべての店舗が本店、同時に本店を大手町より従前の新宿出張所所在地に移転にブランチインブランチ化された。 2014年5月現在、ゆうちょ銀行の統括店以外の直営店舗同様、出張所の故障を店と称している。2018年5月1日に、八千代銀行、同日にキラボシ銀行に、会社に、吸収合併され解散。同時に、東行の店舗は、すべて本店営業部、かつての東京都民銀行本店営業部を前身と、する内にブランチインランチとされた。 店舗外に設置された ATM は事業の大幅縮小のため2007年平成19年8月31日23時をもって稼働を停止し後に順次すべて撤去された2011年平成23年2月17日の新銀行東京トピックスにおいて本店に3台だけある最後の ATM も3月18日で全廃することを発表 代わりに、セブン銀行の ATM を設置した。2009年、平成21年9月から10月にかけて、預金者向けサービスの縮小を相次いで発表した。2006年、平成18年6月1日、開業初年度だった2006年3月期の、単独決算を発表した。経常損益は209億円の赤字であり、最終赤字も同じく209億円であった。 2006年、平成18年11月30日には、同年9月中間期の最終損益が154億円の赤字、前年同期は95億円の赤字になったと発表した。中小企業向け融資が相次いで回収不能になったため、不良再建処理に伴う損失が予想を上回り、計画より赤字幅が54億円拡大した。 この結果、累積赤字は456億円になった。2007年、平成19年6月1日には、2007年3月期決算において547億円の赤字となり、累積赤字が849億円に上ったと発表した。同時に、八王子有志推進室を含む10店舗中2店舗を閉鎖する方針も明らかになっている。 2007年3月期決算発表と同時に、豊田通商出身の代表執行役、キトシヤスが2007年、平成19年6月22日に退任。後任を旧埼玉銀行出身で、元理想な銀行取締役の森田徹とする人事を発表した。2008年3月期の中間決算を発表した2007年、平成19年11月30日。 森田は体調不良を理由に退任、公認に元東京都公安局長の津島隆一を代表執行役に選任したことが発表された。その際、2007年、平成19年11月30日発表の中間決算では、累積赤字が936億円まで膨れ上がり、出資金全体の8割に迫った。外資系投資ファンドととが200億円ずつ、 石半出資することで事態の打を進めていたが、外資系ファンドが出資を見送る交算が大きくなり、民間の出資企業も、監査法人の指摘で、引き当て金を積む事態と認定され、結局、東京と単独の追加出資を中心とする、経営救済策を実施る方向になっている、口日2010年、平成22年3月期決算では創立以来、 初めて通期で黒字を計上したものの、これは貸し倒れ引き当て金取り崩しが主たる要因で本業の儲けを示す。実質業務準備益では金額は減ったものの、依然とし赤字が続いている。予診件数、残高、預金すべて前年よりも減らしており、縮小均衡の道をたどっている。2011年、平成23年3月期決算では本業の儲けである。 実質業務純利益がようやく均衡したが、予診件数、残高、預金すべてにおいて、前年を下回っており、縮小均衡がさらに進んだ。2012年、平成24年3月期決算では、前年に引き続き実質業務純利益は黒字となっている。予診件数は引き続き減少しているが、予診残高が、対前年比プラスに転じた。 預金は微増で推移している。2013年、平成25年3月期決算では、実質業務準備益は前年に引き続き、黒字となっている。預金件数は微減、預金残高は微増。預金は増加で推移している。2007年、平成19年1月25日、スタンダードプアーズ。 以下 S&P は新銀行東京の財務基盤の健全性維持に対する不確実性が高まっているとし、長期カウンターパーティ格付けのアウトルック、安定的からネガティブへ変更した。2007年、平成19年6月11日、S&P は長期格付けをシングル A から2段階下げてトリプル B に変更した。今後の見通しについてもネガティブのままであった。 2008年、平成20年3月19日、S&P は経営再建中の新銀行東京の東京都議会で審議中の400億円の追加出資案が可決されても、4年後に黒字化する再建計画の達成は困難かつ、追加出資後の都の財支援は難しいと見られることから、長期格付けをトリプル B からトリプル B マイナス。 投資的格とされる10段階のうち最再開に2段階引き下げた。長期格付けの見通しは、ネガティブ、弱含みとした。短期格付けも A2 から A3 に1段階引き下げた。2008年、平成20年7月、S&P は新銀行東京の格付けを引き下げた。2009年、平成21年6月26日、 日本格付け研究所は新銀行東京の格付け維持を発表した。内容は長期優先債務 BBB 見通しネガティブ優先債 BBB マイナス期限付け列5債 BB コマーシャルペーパー J-2 マイナスである。2006年平成18年に財政破綻したベンチャー企業に対し、 破綻の役2ヶ月前に3億円を融資していたことが分かった。当時の銀行幹部によれば3億円の融資は役員会に諮る融資額に達していたもかかわらず役員の友人の会社だからいいんだという理由で審査も行われずに融資が決定したとされる。融資直後の貸付先の経営破綻は予診審査をする通常の銀行経営ではありえない。本来は 中小企業を救済するはずだったが、貸出総額に占める中小企業の比率は2006年、平成18年3月、開業初年度末の62.5%をピークに2007年3月は51.5%、2007年、平成19年9月末時点の貸出残高2218億円に、対して中小企業向け融資は1046億円と、 貸出資金全体の47.2%と半分を切るまでに低下しているなど、資金繰りに苦しむ中小企業の支援という設立目的も揺らいでいる。2008年、平成20年3月18日、2005年、平成17年の開業当初から、中小企業の資金繰り対策として看板に掲げて、北、無担保、無保証融資を不良債権の急増で継続が、 困難と判断、再建計画の一つとして2008年、平成20年4月以降原則廃止することを決定した。2008年、平成20年2月20日には、都への400億円の増資要請などの再建策を発表し、拠点を一箇所に集約する方針を固めた。それを受けて、2008年、平成20年2月26日、3月24日付で、 立川出張所以外の全出張所を新宿出張所内にブランチインブランチとして移転させ、さらに5月7日付で本店を新宿出張所の位置に移転し、同時に立川出張所を本店内に移転させ、全拠点をブランチインブランチ化する形で一箇所に集約することを発表した。ブランチインブランチは継続するため、口座店は従来通り旧店舗となる。ただし、 有志相談コーナーを、同年6月23日に3拠点、秋葉原、蒲田、立川、8月4日に1拠点、葛飾を新設している。ただし、いずれの拠点も、本県への事前予約を要するため、予約があった場合のみ、都の施設を借りて利用するという見方も可能ではあるが、蒲田、立川の拠点が事実上復活したという向きも、可能である。 追加出資のための補正予算を、都議会予算特別委員会で審議する過程でも、経営再建案に対し様々な疑問が示されている。システムは2005年、平成17年の開業前、東京都が作った基本計画に基づき設計され、預金や融資などの管理システムが76億円、ATM やコールセンターなどの情報を取り扱うシステムが46億、 校内連絡用などのシステムは1億7000万円など、総額124億円。開業時のシステム機能不足での回収費用12億円も含まれるが投じられた。機関システムとしては、日立製作所のメインフレームで動作している。しかし、当初想定した事業規模が課題であり、ATM コールセンター IC チップ入りのキャッシュカードと、ことごとく利用状況が低調で、 店舗外に設置した ATM の全面撤去、コールセンター縮小他企業との提携キャッシュカードの発行停止、提携なしのカードへの強制切り替えに追い込まれ、監査法人からシステム投資の大部分が利益を生まないシステムは資産として計上できないとの理由、2007年3月期決算で109億円、2007年9月期決算で2億3千万円の減損損失の計上を求められ、 また、業務契約の中途解約による違約金なども35億円発生し、特別損失が約150億円にも達していた。店舗外設置 ATM の全面撤去や、ブランチインブランチによる実質的に一店舗体制になれば業務が簡素化し大きなシステムは必要なくなるが、銀行業務を継続する限り季節のメインフレーム、コンピュータを廃止することはできず、今後も 情報システムの構築、運用にかかる費用は、毎年10億円強と見積もられ、再建計画においても圧縮できないコストとして、重くのしかかることになる。400億円もの追加投資は、都民一人当たりに3000円以上もの負担を強いる。野党側は、この累積赤字、追加出資を非難し、新銀行東京を強いリーダーシップで生み出した、石原への批判を強めている。 都知事である石原は、設立理念は正しかったが、経営がまずかった、旧経営陣を紹介されて、それを受けたことの責任は感じる等の見解を表するに止めた。なお、設立に関して、都議会では、日本共産党以外の会派は賛成、東京、生活者ネットワークは、反対意見を述べたものの、予算案には、賛成した経緯がある。経済界では、 設立理念そのものを不良債権の温床と批判する向きが多かった。経済閣僚であった、よさのカオルも止めるなら今と進言するなど、政界からの批判も起こっている。都営銀行の設立を石原に提案した大前健一も、中小企業融資は大銀行でも増えてな領域で、素人の都が手を出せるものではない。と強く反対したが、石原は、 国や大銀行がやらないからこそ、都がやらなければならない。と譲らなかった。さらには、2003年、平成15年11月8日の記者会見で、都が出資した1000億円は、将来、数兆円になる。と、石原は述べている。石原は、議会答弁や、記者会見などで、私だったら、もっと銀行を大きくできたと発言したが、これに対しては、中堅。 中小企業に対する融資事業は急拡大が望める事業ではないとの指摘がある。主に品川区と大田区の企業に融資しており、いずれも石原の三男石原博し高の選挙地盤であることから、身内の選挙対策ではないかとも批判されている。また、石原の提案で行われている都の若で芸術回育成事業、東京ワンダーサイトから海が3点を購入していた。 ことも判明した。2008年、平成20年3月に、都議会は400億円の追加出資を自民党、公明党の賛成により可決した。新聞赤旗によると、有権者の多くは追加出資に反対している。2009年、平成21年7月、東京都議会議員選挙1週間前に、市販機黒字見通しという記事が、産経新聞に載った。 東京都の幹部と新銀行東京の幹部の会議に立ち会って記録を取る係だった元公員がこの会議録をまとめたブリーフィングメモと IC レコーダーの会議録音を週刊誌などのマスコミに提出新銀行東京の拡大路線が都による強要だという証拠として提示したこれに対し新銀行東京は元公員がテレビ番組に出演して 機密情報にあたる会議内容を記録した資料を暴露したことや複数の週刊誌に機密情報を伝達したとして新銀行の社会的評価や信用が著しく低下したとして1320万円の損害賠償を東京地裁へ求めた2009年平成21年11月に和解が成立し新銀行東京は損害賠償を取り下げ 元行員は録音データを消去し、ブリーフィングメモを銀行側に返却した。単位100万円。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。